お疲れ様です。これから砕き豆腐を作ります。豆腐の水分を極限まで抜きます。方法は構いません。結果として水分が抜ければそれで OK。 小松菜はこのように水分を通っときます。豆腐が3分の1程度縮めばいいです。面倒なら2分の1でも大丈夫。参考書には柚子の微塵切りと割り胡椒を入れると書いてありました。柚子の入れすぎには注意。惣菜をすべてぶち壊す。江戸の割り胡椒が分かりません。ですのでオリジナルの柚子胡椒を作ります。一味を少々、本来は青唐辛子で作ります。野生味を出すために山椒を少々。結論から言うとチューブの柚子胡椒でいいと思います。醤油大さじ2程度を入れて味を整える。小松菜をみじん切り、千切り、薄くスライスするだけ。フライパンにごま油を敷いて温める。豆腐を手で崩しながら入れる。水分が多いと油が跳ねるので注意してください。ゆっくり炒めながら水分を飛ばします。小松菜を入れると水分も出てくるのでこの段階でしっかりと水を切っておきます。豆腐の水分が飛んだら小松菜を入れて最大火力でしんなりするまで炒めます。小松菜がしんなりしたら合わせ調味料を入れます。手早く水分を蒸発させるように伸ばしながら和えるように炒めます。火を止めても余熱で焦げるので注意してね。盛り付けて完成。美味しく食べましょう。これは栄養バランスもいいしとっても美味しそう。いい香り。いただきます。この鼻こうをくすぐるような柚子の香りがたまらない。これは美味しいね。現代でも通じる美味しさ。酒との相性も抜群だ。ごちそうさまでした。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。生姜10つかみ。はばっかじゃねえの。朝から夕方まで煮る。はばっかじゃねえの。豆腐でここまでおかしくね。次回地獄の10時間、引きこもり専用豆腐。チャンネル登録よろしくね、よろしくね、よろしくね。